皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。まさじっちゃまチャンネルの、まさです。今回ご紹介する商品は、ドン!こちら!このフェイスマスク。まあ、いろんなパターンに、こう、できるわけですが、これなんで私がね、やってるかっていうとですね、ちょっと5年ほど前に、自律神経失調症っていう病気にかかりまして、結構ね、気圧とか天候にすごい反応して症状が悪化して、しびれとか痛みとかめまいが出てしまう病気なんですよ。それでですね、まあ自分なりにいろいろネットとかで対処方法とか改善方法を調べて、まあ自分でまあこういうのがいいんじゃないかなと思って、まあ買ってね、冬はもちろん夏も、仕事中は毎日装着してるわけです。だから、7つ持ってるんですよね、1週間分で、まあ、6個か、休みあるから。これやるとね、結構頭のしびれとかね、耳の中にかかる気圧をちょっと制御できるんですよね、この膜で。で、まあ、やってるんですよ。で、もう一つのアイテムが、これ。これ、薬局に、まあ、ドラッグストアとかにも売ってるんですけどね、中に小豆が入ってる、こういう、電子レンジで温めて、首に巻いて、首を温めるっていう商品なんですけど、これはいくらぐらいだったかな ?2000 円ぐらいかな。これが結構活躍してくれましたね。これはまあ仕事中とかはもちろんできないんですけど、帰ってきて、まあ、自律神経失調症なもんで、まあ疲れ方がちょっと健康な人と比べたら半端なく、まあ、くたばってしまうわけですが、まあ、帰ってきてすぐに一度、まあ、ベッドで寝るわけですよ。その時にね、これを温めてね、電子レンジで。それで首に巻いて、まあ、これをして、で、まあ、少し仮眠を取るような治療を、今5年なんですけど、まあ4年間はずっと毎日やってましたね。それ、そのおかげでまあ、なんとかこう、動画を撮ったりとかね、LINE をしたりとかね、まあスマホいじれるぐらいにまで回復してきたんですけど、最初はもう本当に何もできないぐらい、まあひどい状態だったんですよ。これなんで首を温めるかっていうと、自律神経っていうのはね、首とすごい関係があって、まあ首を温めることによってね、なんだろう、脳っていうのはね、痛みとかしびれよりもね、熱を優先するっていう性質がありまして、まあそこを利用して、まあ脳を錯覚させるっていうか、熱の方を優先させて、症状を和らげるっていう感じですね。それをまあ、4年間毎日やることによって、だいぶ改善しました。あとは、一番大事なのは、規則正しい生活、太陽を浴びる、など、まあ、いろいろあるんですが、
まあ、とにかく一度かかってしまうと、ものすごい長期戦になる病気なんで、とにかく一番はもう予防ですね。無理をしすぎない、夜更かしをしない、そういった基本的なことをやらないと、ストレスにもうすぐに負けてしまう体に、なってしまいます。疲れがまあ取れないわけですよね。不眠になってしまって、それが何十年も蓄積されて、まあストレスをちょっとかけられた時にバーンとまあ発病してしまうわけですよ。だからそれに、まあストレスに耐えられる体にしておくわには、まあ規則正しい生活とか、そういうのが一番重要になってきます。まあ今回はね、このぐらいで話終わらしたいと思いますけど、またなんかいい情報がありましたら、動画にアップしたいと思いますので、次回はまた、お楽しみください。それでは、また。